見ちゃうっす。ちょっとごめん。え？キニ、自分の言ってることが。相手も男っす。お誘い断ったらリツイートしてもらえないかもしれないっす。23万フォロワーっすよ。海さんは役者さんですし、フォロワーは演技に興味ある人っす。効果は絶大っす。いいんすか、クラファン失敗しても。復調の兆しが見えてきましたが、まだまだ正念場。海さんのリツイートはその決定打になり得るっす。リツイートという対価をもらってデートする、レンタル彼女業務の一環だと思えばいいっす。考え方の問題っす。自分だって水原さんが師匠以外の人とデートするのは辛いっす。でも時には感情を殺して冷静な判断を迫られる時があるっす。おばあさんのためっす。肉を切らせて骨を